週ハードだった。はあ、どっと疲れちゃった。なんちゃって。愛さん、まだまだ余裕。いやいや、マジで余裕ないって。絞り出したって感じ？早く寮に帰って汗を流したいわ。かなたちゃんはすや。かなたさん、こんなところで寝ては疲れが取れませんよ。うんうん、その前にちゃんとご飯を食べないと。練習の後のご飯って美味しいよね。体調の管理も練習の一環です。しっかり食べて、しっかり寝て、明日に備えましょう。あ、先輩、かすみもう少し残っていきます。かすみちゃん、もしかして今日もファンレターのお返事を書くの？もちろんです、かすみの日課ですから。ほんと、かすみちゃんは熱心ですごいわ。練習で疲れてるでしょうに。ねえねえ、カスカスのお手紙っていついつ可愛くデザインしてすっごい凝ってるんだよ。うん、どれも可愛くて、こんなお返事をもらったらきっと嬉しいよね。毎日居残り大変じゃない？リナちゃんボード、ハロハロ。まずはじめに、アイ先輩、カスカスじゃなくってカスミンです。はい、じゃあ皆さんの疑問にお答えしちゃいましょう。カスミンの可愛さはこういうお返事からも感じ取れるものであるべきなんです。なぜならファンの皆さんはカスミンの超絶可愛いところに心奪われまくっているのですから。だからカスミンは全てにおいて可愛くないとダメなんです。可愛いの前には妥協なんてありえません。可愛いは波動。そこまで徹底してるなんてすごい。かすみさんのこういうところには素直に感心します。かすみちゃんはスクールアイドルの鏡だね。かなたちゃんもお返事書きたいけど、帰ってはるかちゃんにご飯を作らなきゃ。私も帰りが遅くなると両親が心配してしまうので。かすみんのことはいいですから、皆さんは早く帰ってください。じゃあお言葉に甘えて帰ろうか。アイさん、我慢してるけど、かなちゃんに負けないほどの眠みに襲われてる。かすみさん、あんまり無理しないで。遅くなる前に帰るんだよ。はいはい、わかったから。それじゃあかすみちゃん、また明日。はい、お疲れ様でした。先輩はみんなと一緒に帰らないんですか？ははん、さてはかすみんに影響されちゃいましたね。そうですか。かすみんの頑張りはまだまだこんなもんじゃないですけどね。いけないいけない、こんなことしてる場合じゃありませんでした。お返事を書かなきゃです。もう素直じゃないんですから。素直にかすみちゃんに影響されたよって言ってくれていいんですよ。っていけないいけない、こんなことしてる場合じゃありませんでした。お返事を書かなきゃです。